皆様こんにちは。本日は8月の密かなコース料理を紹介したいと思います。テーマは移ろい、バンカでございます。一品目はですね、こちら、丸ごと焼きトマト冷製グラニテ添え。トマトを丸ごと焼いた上で冷やし、潰して冷やしてスープみたいな、半分スープみたいな感じにするのかな。食感が非常に様々でございます。これかなり私美味しかったです。一品目としては非常にクオリティの高い一品。小さいトマトはつぶつぶの食感というかプチプチの食感を提供してくれましたね。いいスタートです。二品目はこちら、冬瓜とエビの鶏そぼろあんかけ。これ木村さんもキム兄も絶賛の一品でございました。2品目は和でございます。このあんかけと絡めながらですね、今が旬の冬瓜を食べる、あとプリプリのエビも非常にいい。3品目はこちら、マグロとアボカドの温卵のせ、そしてからすみかけ。マグロとアボカドといえばもう鉄板の組み合わせだと思うんですけれども、そこにさらに温泉卵が乗っかって、温泉卵がまろやかにしてくれると思いきや、からすみがそこにワンアクセントを加えているという非常に美味しい一品でございます。わさび醤油が、かかってるんですけれども、お皿の底にちょっとなんか溜まっている状態というか、味の濃さ、個々人で混ぜ混ぜ具合をですね調整しながら食べるのがいいんではないでしょうか。私は7月の密かでからすみのスパゲッティが出て以来、からすみが大好物でございます。4品目はですね、ホタテのソテーとキノコとクスクスとともに。このホタテがお刺身でも全く問題のないホタテなんですけれども、表面をカリッと、焼いております。このカリカリと中がホタテ独特な食感っていうのはですね、言い方として全く合わないんですけれども、銀だこのたこ焼きに近い感動がある、美味しかった。クスクスはなんかキノコも入ってるんですけど、なんて言ったらいいのかな、なんかガーリック的な雰囲気もありましたね。クスクスめっちゃ美味しかったですよ。この下のクスクス引かれてるだけですけれども、ホタテの下に引かれてるだけですけれども、なんかもったいなかったですね。クスクスだけでもあれは全然いいおつまみになります。5品目は黒毛和牛のヒレ肉グリル。密かのメインの料理としてここまでドストレートな、料理がこれまであったでしょうか。めちゃめちゃいいお肉でしたね。野菜のグリルもとても美味しいんですけれども、このヒレ肉をですね、特製のソース、もしくはピンク色のやつがアンデス塩、あとは粗塩、ゴツゴツとした粗塩、どれでもお好みに合わせていただくわけなんですけれども、このソースがもう絶品ですね。絶品でございます。ぜひとも味わっていただきたい。8月の密かはメインが魚とお肉の2個あるという非常に贅沢な状況でございます。最後デザートは定番のフレンチトーストでございます。で、今月は桃で仕上がってます。私的には完璧です。言うことございません。密かは、ビックロの新宿、ビックロの裏にあるアップバンクストア新宿の裏にあります。雑居ビルの一室に入ってるんですけれども、完全予約制のレストランでございまして、ぜひとも皆様のご予約をお待ちしております。概要欄に予約ページのリンクがありますので、そちらからどうぞご予約をください。それではお待ちしております。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますので、ぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。